こんにちは。今日の講義は書籍、7日間で突然頭が良くなる超勉強法、ドラゴン桜公式副読本です。この本は漫画ドラマで話題沸騰したドラゴン桜の主人公桜木先生が教えるたった7日間で頭が良くなる勉強法を紹介しています。大人も学生も本当に頭が良くなる勉強法を知らないというのが現状なのです。1日目は語彙力を鍛えることが重要だと説かれています。語彙力とは言葉の意味を正しく理解し適切に使いこなす力のことです。語彙力が豊かであれば様々な情報を的確に理解し自分の考えを明確に表現することができます。そのために毎日新しい単語を覚え文脈から意味を推測する練習をすることが推奨されています。2日目は情報処理力を鍛えることが説かれています。情報処理力とは与えられた情報を正確に理解し効率的に処理する能力のことです。この力を高めるには論理的思考を鍛え情報を整理分類する訓練が不可欠です。具体的にはメモを取る習慣をつけたりマインドマップを活用したりすることが提案されています。3日目は質問力の重要性が説かれています。質問力とは疑問を的確に表現し本質を捉える力のことです。授業や読書の際になぜそうなのかどういう意味なのかと自ら質問する姿勢が大切だと強調されています。そうすることで深い理解につながり知的好奇心も養われるのです。4日目はつなげる力を鍛えることが推奨されています。つなげる力とは様々な知識や経験を関連付け新しいアイデアを生み出す力のことです。この力を高めるには異なる分野の知識を積極的に学びアナロジーを活用することが効果的だと説かれています。5日目は分解力の重要性が説かれています。分解力とは複雑な問題を構成要素に分解し本質を捉える力のことです。この力を身につけるには問題を細かく分析する訓練が不可欠です。具体的には問題を段階的に解きほぐしたり逆算してみたりすることが推奨されています。6日目は要約力を鍛えることが推奨されています。要約力とは情報の本質を的確に捉え簡潔に表現する力のことです。この力を高めるには文章の趣旨を一文で表すなどの練習が有効だと説かれています。要約することで本質を見抜く力が身につくのです。7日目は問題作成力の重要性が説かれています。問題作成力とは自ら問題を立案し回答を導き出す力のことです。この力を身につけるには既存の問題を参考にしながら自分なりの問題を作成する訓練が不可欠です。そうすることで深い理解と応用力が養われるのです。この7日間の勉強法を実践することで確実に頭が良くなるでしょう。語彙力が豊かになれば様々な情報をより深く理解できるようになります。情報処理力が高まれば効率的に知識を整理し活用できるようになるはずです。質問力を身につけることで本質を捉える力が養われ知的好奇心も湧いてくるでしょう。つなげる力があればアイデアの源泉となり新しい発想が生まれてくるかもしれません。分解力を鍛えることで複雑な問題にも立ち向かえるようになり本質を見抜く力が身につくはずです。要約力があれば情報の本質を簡潔に表現できるようになりコミュニケーション能力も高まります。そして問題作成力を身につけることで深い理解と応用力が養われ創造性が育つことでしょう。この勉強法を実践すれば学習効率が格段に上がり成績が向上するのは間違いありません。しかしそれ以上に大切なのは総合的な思考力が鍛えられることです。この7つの力を備えれば様々な場面で的確な判断ができるようになり人生をより豊かに歩めるはずです。例えば仕事の場面で考えてみましょう。語彙力と情報処理力があれば資料や報告書を的確に理解し適切に対応できます。質問力と分解力を発揮すれば課題の本質を捉え解決策を見つけられるでしょう。つなげる力と要約力を活用すればアイデアを生み出し分かりやすくプレゼンテーションできます。そして問題作成力を発揮すれば新しい企画を立案し
革新的な提案ができるかもしれません。また日常生活においてもこの7つの力は大いに役立つはずです。例えば子育ての場面を想像してみましょう。子どもの質問に的確に答えるには語彙力と情報処理力が必要不可欠です。子どもの本質的な疑問を捉えるには質問力と分解力が欠かせません。子どもに分かりやすく説明するにはつなげる力と要約力が求められます。そして子どもに良い問題を出すには問題作成力が重要になってくるでしょう。このようにこの7つの力はあらゆる場面で役立つ汎用的な能力なのです。一見勉強法と思われがちですが、実はこれらの力を鍛えることで総合的な思考力が養われ人生をより豊かにするものなのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら健康的な体と心は生産的で充実した人生を送る上で欠かせない要素だからです。そこでダイエットだけでなく総合的な健康管理にも特化したサービスとしてライズアップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。このプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴です。トレーナーはあなた一人一人に合わせた専用のプログラムを作成し、食生活やメンタルのマネージメントもサポートしてくれます。無理のないペースで進められるのも魅力的です。1日50分、週に2回のトレーニングなので仕事や家事の合間に通えます。しかも完全個室のプライベートな空間で行われるので人目を気にせずにトレーニングに集中できます。何より素晴らしいのが30日間無条件全額返金保証がついていることです。結果に満足できなければ料金は全額返金されます。このようにユーザーの満足度を何よりも重視しているのがわかります。マンツーマントレーニングなのでこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめと評価されています。一人一人に合わせたプログラムなので無理なく続けられるのが魅力です。トレーナーが作るあなた専用のプログラムなので効果的で確実な結果が期待できます。さらに無理な食事制限なし、食べられるダイエットなので健康的に痩せられます。リバウンドしにくい体づくりをサポートしてくれるので理想の体を手に入れられると好評です。このようにライズアップのプライベートジムはダイエットだけでなく総合的な健康管理を目指すユーザーにも適したサービスなのです。テレビ CM の結果にコミットするというキャッチフレーズ通り確実な結果を約束してくれます。自信を持ってご案内させていただきますので、気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。